今日のお題はだいだいだよ。だいだいってだいだい色のだいだい。そうだいだいやってんだね。ウプルシの好きなキャラだから主張が激しいのよ。だいだいの説明よろしく。それじゃあ説明していくよ。だいだいはミカン科ミカン族の常緑中低木だよ。原産はインドからヒマラヤだね。特徴は冬にだいだい色に色づくんだけど、その果実を収穫せずそのまま残すと木から落ちずにまた夏に緑に冬にだいだい色になることだよ。この果実が落ちることなく一つの株に数年代の果実がついていることから、だいだい栄えるの意味でだいだいされているんだ。なるほどね。味はどんな感じなの？だいだい色に成熟したものは酸味と苦味が強くて生食ではなくマーマレードなどで食べられるよ。また果実の皮を採集して乾燥させたものを頭皮といい、巨炭薬や顕薬などの製薬原料にされているんだ。いろいろなものに利用されているんだね。